はい、こんばんは。2022年5月の東京新聞デモクラ TV エクストラです。いつものように、東京新聞論説委員の、富田光さんと番組を進めてまいりますが、またお忙しい中、もう忙しくて死にそうですよ。今日も生き延びたなって感じですよね。よかった。毎日のように原稿を書く、気持ちだけね、気持ちだけ原稿を書いてますから、一つよろしくお願いします。あ、そうです。で、今日はですね、はい、じゃあさんね、ウクライナをやろうと思ったんだけど、もう飽きてるだろうと、皆さん。ということで、実はもっとも、もうロシアどころじゃない、とんでもない国をもう一つ忘れていませんか、ということで、中国をやるということで、中澤前特派員ですね、に急遽来ていただきました。彼は本当に忙しいんで、もう本当に忙しい中ですね。中澤前特派員ですけれども、前中国総局長ですね。はい、よろしくお願いします。いつお帰りになったんですか。4月の27日に、帰りました。北京ですよね。はい、ただ北京と今、中国、北京と日本、今直行便がないので、北京から青島を経て、東京に戻ってきました。直行便がない。あ、そうですか。はい、コロナの、関係で、首都を防衛するという意味合いが、首都に、国外からウイルスが入ってこないようにするためという意味だと思うんですが、今ウイルスが入ってこないって、もともとそっちのウイルスはこちらにいや、おっしゃる通りなんですけどね、おっしゃる通りなんですが、何を言ってるんだって話ですか。まあ、いろんな意見があると思いますけど。いや、意見って事実ですよ。はい、おっしゃる通り、武漢から最初に流行が、見つかったわけなんですが、そうですね。中国としてはそれをいち早く抑えて、その後、世界各国で流行が蔓延しているときに、はい、自分たちは抑え込んだという、そういう、意識が強いもので、うん、そういうこともあって、今、北京と日本との直行便がないですね。だから皆さん今行き来する場合は青島とか大連とか、上海とか、そういうようなところを経由して、北京に行くということになります。なるほど。じゃあその青島とか大連とか、その辺の空港っていうのはもうそれこそチェックが大変なことになってる。ただ便数も少ないので、そんなに人がごった返しているというわけではないですが。なるほど。はい、で、その先月まで北京で暮らしてたんですよね。はい、その上海はほら今ロックダウンとか、はい、北京はどうなんですか、暮らしは。北京はですね、私が帰ってきたのは、私が北京を離れたのは4月の26日で、で青島で一泊して帰ってきたんですが、うん、ちょうど北京でコロナに関する制限が、厳しくなってきた頃で、なるほど、それをギリギリなんていうか、こうそれに影響を最小限で、帰ってきたかなというところなんですが、漏れ伝わってくるところではやっぱりその行動制限がすごいあったり、あとレストランでの外食が一切禁止されたりとか、在宅勤務が推奨されたりとか、そういう意味で、かなり、北京で暮らしている方は、日本人も含めて不便な生活を強いられていると聞いています。なるほど。マスクは皆さん現地の方もですね、マスクはかなりしてますね、北京は。なるほど。だ、そこら辺の意識は、日本とあんまり変わらないって。そうですね、はい、あれすごい防護服みたいなみんな着てるじゃないですか、一般の人も、はいはいはい、あれ何ですか。防護服着てますね。防護をするためなんだと思いますが、防護服好きですね、中国の人。いや、もう街中でもよく見かけますね。あれ効果あるんですか。なんか効果あるんですかね。もうそれがもう見慣れた日常になってしまってるので、そこについてちょっと深く考えたことはないですが、中国はすごい PCR 検査を何度も何度も繰り返すというのが、その防疫対策の柱なんですが、その街中に防疫PCR 検査ができるようなところもいっぱいあって。これは無料ですか。無料のところと、無料のところは並ぶんですが、有料のところはあります。有料のところも今は
28件なんで500円ぐらいですかね。500円ぐらいで、うん、500円ぐらいでね、はい、やってくれると。で半日ぐらいで結果も出るのですごい早いですね。あ、なるほど。あの防護服っていうのはあの例えば福島のね、はいはい、あの原発事故の時なんかもまああれで放射能をつけるわけじゃないけれども、はい、はい、ただあの、ね、放射能についた塵は、まあ、防げると、はい、あとあの動物の病気で口蹄疫ってあるじゃないですか、はいはい、あるいは鳥インフルエンザとか、ね、ああいうそのウイルス系の病気がこう蔓延して危険だという時には、うん、日本でもみんな来てますよいやでもなんかあの一般の人が例えば隔離される時バスの中とかで来てるじゃん、うん、無理やり着せられてるんですよ。それはそうですね。その散布する人とかじゃなくて、うん、一般の人もなんか着させられてるじゃないですか、うん、あれ珍しいですよね。そうですね、まあ、防護服を、まあ、中国でもよたくさん作ってるので、まあ、安く入手できるというのもあるのかもしれないんですが、あのおっしゃる通りあの、うん、一般の人も隔離されるときに着させられて、でも子供なんかも着させられるんで、あのあこれから暑い時期だと特に大変かなと思いますね、うん、あのレストランとか、はい、まあ、日本は例えばそのデパート行ってもらうとこうシュッシュッてやるやつあるじゃないですか、はい、ああいうのはもう完備してるんですか。あのアルコール消毒はあんまりないかもしれないですね。ない。あんまりない。ないわけじゃないですが、日本ほどではないです。日本に帰ってきて驚いた一つは、うん、あのアルコール消毒がそこら中にあるなっていうのは。そこら中にありますよね。これ店はあれをやっとかないと、はい、なんか別にその科学的な根拠があるとはい、なくて、うん、なんか言い訳に使えるっていう感じじゃないですかね。だって接触感染の可能性ってほとんどないでしょ。ないですよね。あとこういうこうアクリル板みたいなやつ。あ、これは一切ないですね。一切ない。一切ないですね。はい。ない。ないですね。やっぱりあの今ここ2、3ヶ月中国でもまた広まってきて、まあ、特に上海とか北京の大都市で広まってきましたけど、2020年の後半、2021年は中国はかなり抑え込んでたので、うん、その1年半ぐらいは、うん、日本なんか諸外国と比べても、まあ、行動の自由は、うん、まあ、国内での行動の自由ですが、うん、まあ、かなり高かったかなというふうには思います、うん、なるほど。まあ、そういうこともあって、まあ、アクリル板とかアルコール消毒とかはあまり見かけないですね。あまりなかったあの、まあ、こう言っちゃなんですけど、中国の方ってなんか大声で喋る印象が強いんですよね、はいはいはい、日本でも一時期、まあ、インバウンドでねお金をたくさん落としていただいて感謝してますよ。してるけどうるさいじゃないですか電車の中で声は大きいですね、はっきり、はい、あれ明らかに飛んでますよね。そうかもしれないですね、まあ、ただマスクはいや別に人種的なのじゃないですよ、事実として北京で少なくとも北京ではマスクはよくしてますね。ただ地方に出張行ったりすると意外としてない地域もあったりして、そこはまあ中国も広いんで、あの地域差、温度差がありますけどね。なるほどね。北京は厳しいですね、やっぱり。人々はそのコロナを怖がってるんですか。すごい怖がってますね。すごい怖がってます。あのそれは中国の政府の宣伝もあると思うんですが、うん、もうすごい怖いということを強調した宣伝工作を続けてきたので宣伝工作、あのだからオリミクロンになってもやっぱり怖いという意識は非常に強いですよね。あ、そうです、まあ、アルファからあのベータ、なんかデルタまでは死亡率もね高かったから、はい、オミクロンになるとだいぶ様子がやっぱり変わってますよね。そうなんですけどね、うん、ただやっぱりその怖いという意識は日本人よりもずっとあるんですか。あれずっとありますね、まあ、もう一つの理由はやっぱりその医療体制が脆弱なので、まあ、特に、農村では、あのだからそのロックダウンとかそういうようなところがなんていうかこう最初で最後の防波堤というか、そこを突破されるともう大変だというのは、あの、なるほど、中国の危機意識がちょっと日本と違うんですよね。違いますね。要するに命に直結するというか、はいはい、あ、なるほど。あれ、あの一応建前共産主義じゃないですか、はいはい、医療はただなんじゃないですか。医療はただではないですね。ただじゃないんですか。ただじゃないですね。そこはやっぱり中国の方も中国の庶民の方も変ですね。
不満に思ってるところですね。まあ、もう東証閉鎖以来以降共産主義でも社会主義でもないですよ。何なんですか、よく分かんないですよ、ね、ごくごく普通の普通の普通の資本主義の国、資本主義の国と、あの中国の人が、まあ、その日本を、まあ、すごくなったという、まあ、自信を深めている部分もありますけど、やっぱり日本とか欧米が優れてるなというところで必ず出てくるのは、やっぱり医療費が中国は高いというのは、あの中国の人たちが自分たちの国の欠点として、うん、それは認めてるんですか。それは認めてます、医療のレベルはどうですか。医療のレベルは北京上海であれば、あの先進国と日本も含めた先進国と、うん、ほとんど遜色ないと。向こうで病院、あのお医者さんにかかったことあります、あの、まあ、コロナのことじゃなくて幸いそういう大きな病気はしなかったんですが、まあ、多少例えば風邪をひいたとか、うん、そういうのではかかりましたが、全く、そういうところに行くと処方される薬っていうのは漢方薬なんですか。あ、漢方、中医というんですけど、その中国 の、 その漢方医もちゃんとしたこう分野として確立しているので、うん、なるほど、そういうところに行けばそういうのが出ますよね。本来は日本と一緒ですよ。はい、日本もあの漢方の有名な先生、漢方は漢方、漢方西洋医学は西洋医学、西洋、はい、ああ、分かる。ただやっぱ漢方はすごい普及しているので、うん、あの皆さん、その漢方薬なんかもよく飲んでますよね。あ、なるほど。あの私はごく近い親類というか、はい、あのこれという具体的には言いませんけど、あの上海で脳梗塞になってで非常に治療早くて、で、うん、あの漢方じゃなくて、あ、今あのいわゆる普通の医療、ね、脳梗塞を起こした時の最初出来が早く投薬する薬があるらしいんですけど、うん、それをちゃんと処方してもらって。それ旅行でなったんですか。仕事で、あ、仕事で行ってる間に、あのかなり長い長いで行ってたんですけど、あ、ちゃんと治してもらいました。あ、そうですか、うん、いや私はあの昔あの例の北京の1989年の6月4日、うん、向こうで、はい、あの向こうでなかなかなかったことになってるんですよ、はいはい、あの時になんか日本人で銃で撃たれた方いたじゃないですか。でその人は僕はなんかジャーナリストとかと会ったことあるんですけど、彼が撃たれた後、まあ足貫通したらしいんですけど、言われたのがとにかく日本大使館の人に国出ろと、ここで治療を受けるだと、何されるか分かんないって言われたって、もうその印象のままだったんで。なるほど、結構じゃあ医療水、33年前ですね、さすがに進んでるんですね。まあ公立病院が、まあすごい大規模な公立病院がいくつもあって、うん、北京の中だと、で、まあ、一般の人たちは中国の方たちはそういうところ行くんですけど、あのお金持ちが行ったり、あとまあ外国人が行くような民間の病院もまたあって、うん、まあ、そういうところはまあ高いんですが、うん、まあ問題なし、レベル的にレベルはまあ非常に、あとあの共産党の幹部用の中南海の病院とか、ね、あ、そういうのもありますね。あの 軍の病院というのがあって中南海行かれました。改装化してる中南海は1回だけ、中南海 の、 その端っこのところでその、うん、取材をする機会があって、うん、ありますが、 そんな中枢のところには入れないですけど、うん、僕勝ちましたよ、中南海の2回行ってますから。あ、すごいですね。これも大勝利ですね。特派員以上主要機さんって言ったじゃないですか。はいはいはい、彼と握手して、おお、ね、もう一人、はい、李鵬って言ったんですよ。あ、李鵬、握手した、李鵬師匠、本当ですよ、はい、もう一人、これはあまり知られてないけど、僕はその時初めて知ったんだけど、強石って人います。なんて発音するのか、ね、要するに眼鏡かけて公安のボスです、はい、うん、かなり年の人、いやもう多分亡くなられてるんじゃないかな、うん、あ、なんか記憶ありますね、眼鏡かけてて、うん、みんなね、うん、一般の人に背でかいんですよ、なんか大きいですね、健康層でみんなもうそ握手してたんです、3人だから、なんだったらすごくないですか、中段階、中段階ね、そう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 、まあすいません、いえいえ、つばらな話をしました。そうですか、それで今それ権力失っちゃってる人ばっかりですか。あれ、李鵬って死んじゃう、主要機さんって生きてる、主要機さん生きてるんじゃない、主要機はまだ生きてますね、主要機はまだ生きてて、あれ李鵬は亡くなりましたよね、いましたね、うん、なんかね、周恩来の義理の息子だとかなんとかって、養子だとかで聞いたんだよ、向こうで。そうですか、うん、だから周恩来っていっぱい養子がいて、そのうちの一人だって、はいはいはい、そうですね、なるほど、李鵬は
すみません、ね、ここで思い出話です。それで今回私すごく強く思うのが、うん、結局上海のあの出来事がどうしても消せないんですよ、うん、なんでつまりその中国って中国の国民というか人民というのは豊かになることを求めてるだけじゃないですか。生活が良くなる明らかに、うん、明確に で政府はまあちょっと多少自由はあれでいいから、要するに明確に豊かになりゃ、まあ、民主主義の方は、まあ、後回しというかやる気もないんでしょうけど、それでいいみたいな僕は印象を持ってたんですよ。それと上海のロックダウンがつながらないんですよ頭の中で。中国こそまあオミクロンは大したことないから多少はまあいいやってんでバーッと開きそうな感じもあるのに、なんであそこまでこだわるんですかね。ここはもうどうしても理解できないんですよね。おそらくその上海の市民も同じように感じている市民はたくさんいるかなと思います。やっぱり中国人にとっても今回このゼロコロナが行き過ぎていて、うん、かなり不便を強いられているという感覚はあると思います。そうですよね。ただそれがうまくいかなかった、うん、ゼロコロナからの方向転換がうまくいってないのは、まあ、今言ったようにそのコロナに対する恐怖心が非常に植え付けられていると。それが一つ、まあ、医療水準も、うん、特に農村では低いと、それが一つで、あとやはり2020年武漢で広まった後、その後それをいち早くそのロックダウン、うん、まあ、かなり強力な行動制限によって収めたと。それが成功体験としてあって、うん、でさらにそれを共産党習近平政権が、うん、自分たちの業績だと、うん、これ俺たちはすごいんだと、共産主義だからできたんだと。成功体験になっちゃってるんですね。そうですね。しかも強力な成功体験として、うん、もうなんていうんですかね、そのように位置づけられて位置づけてしまったので、もう引くに引けんと、引くに引けないという、うん、まさに引くに引けないというところは。次共産党の大会っていつでしたっけか。共産党大会は今年の秋ですね。はい、まだ何月かはちょっと正式に上げてないですが、今年の共産党大会がこれはまあ一つのクライマックスというか大山で、うん、はい、そのつまりそこで習近平さんがさらなる権力基盤を固めるというか参戦でしたっけ。今永遠にやるっていう皇帝になる日でしたっけ。そうですね。そんな感じですか。はい、まあこれまでは2期江沢民、江沢民胡錦涛と 2期で終わるというのは続いてきましたが、うん、まあ、習近平はおそらく3期目、うん、あるいはさらに肩書きが変わっています。党は総書記ですが、まあ、主席という、タイトルを毛沢東以来の復活させて、毛沢東以来、毛沢東だけではないんですが、ちょっとそれ格上なんですか。格上とされてますね。はい、あ、天安門に毛沢東の並んで習近平のことそこまで、まあ、建国の父なんでそこまであれかもしれないですが、うん、まあ、習近平政権の最近のレトリックだと、もう、うん、毛沢東がいて、トウ・ショウヘイがいて、で、トウ・ショウヘイより上として習近平、そりゃないでしょ、位置づけてる、あ、自分で、自分で、はい、国民はそう思ってるんですか。思ってないでしょうね、おそらくそれは多分勝手に 自称、トウ・ショウヘイより上と、はい、それは去年採択された第3の歴史決議というのがありました。なるほど。そこでもう明らかにその習近平の位置づけが、うん、あ、東小平よりも上に上来てると。なんかその、うん、毛沢東思想って言われればなんとなくイメージできるものがあるけど、はい、それと並ぶように習近平思想っていうんでしょ。そうですね。習近平の新時代、ね、東小平思想っていうのはないんですよね。東小平は、東小平理論ですね、うん、あ、理論思想ちょっと若干隠した隠したですね。隠した。だけど東小平さんの考えってすごい分かりやすいじゃないですか。はいはいはい、で、あれがやっぱり中国を豊かにしたのは間違いないですよね。そうですね。だって、ね、白猫黒猫じゃないですけど、はい、まあ、はいはい、まず儲けるやつだけ儲けて、で立ち止まって、あとみんなついてくるようにしなさいみたいなこと言ってるわけでしょ、うん、なんかトリクルダウンみたいな話ですよね。ちょっと失敗した亡国はまあありますけどもでもそれって結構トウ・ショウヘイさんのやったことって結構偉大ですよね、うん、はいはい。習近平さんがやったなんか業績って何かあるんですか。
まあ、それが心もとないというか、まあ、そのうちの一つはまあコロナ対策ですよね、うん、であと反腐敗、まあ、軍の近代化とかそういろいろありますが、まあ、反腐敗は大きい。反腐敗っていうのはつまり胡錦涛さんでしたっけ、1個前は、はい、の時は腐敗したってことしてたということですね。それはあの多くの僕もその胡錦涛時代は取材したわけではないのでわからないんですが、多くの中国の人はやっぱりその頃は腐敗がひどかったと、もう何を役所行って何をするにも袖の下を要求されて、うんうんうん、まあ、今もそういう部分は残ってるようなんですが、うん、まあ、それを変えたと、うん、そこに手を突っ込んで、かなり大なたを振るったというのは、あの、それ事実なんですか。それはあの多くの中国の人もそこは支持するところですね。おー、いや、習近平さん自体はものすごい巨額の袖の下どころじゃない金もらってたりしないんですか。大丈夫。そこはあの残念ながら直接の情報を得たことはないですね。なるほど。あるのかもしれない。でもなんかね、なんか清廉潔白のイメージはしないですよね。なんかね、どうですか。イメージだけで決めるのもあるんですけど。やっぱりあの中国は何かとそのまあ。なんていうんですかね、親族関係とかいろいろな関係をたぐって、うん、あの物事を進めていくという、うん、部分があるので、やっぱりそこにお金が介在するのは間違いなくて、まあ、習近平さんがどういうような形で今の地位に上ったのか、まあ、それはちょっと不明なところもありますが、まあ、決して清廉潔白だけではなかったのかなというのは想像はできますが、なんていうかその腐敗を生む基本的な構造っていうのが多分あって、はい、僕もだから80年代90年代ぐらい中国何回か行って取材しましたけど、あの何やるにしても必ずそこに対応する共産党の組織があるんですよね、はい、でそれが必ず絡んでくるので、その人たちは結局あのいつもそれなりに愚されなきゃいけないわけですよ。なるほど。もうこれはもう多分もう中国全土にあらゆる社会関係の中に広がってて、うん、だからみんな共産党に入ったってわけじゃないですか今ね、うんうん、ものすごい数の、うんうんうん、それやっぱりあれ誰でも入れるわけじゃないんですか。誰でも入れるわけではなくて、やっぱり成績優秀、うん、貧困法制、まあ、思想的にも危なくないというか、うん、危なくないちゃんと、まあ、やっぱりあの何ですかね、あのクラスの中で一番みたいなそういう人が、うん、なれる。そうなんだ。あのだけどやっぱりその実際の社会生活の中に入っていけば共産党員であれば得をするようなね。そうですね、まあ、就職なんだ俺中国生まれればよかったな、共産党入れたなあのちょっとあれですかね、あの少し前に流行ったドラマで、中国のテレビドラマで人民の、はい、名義というのが、まあ、検察ものなんですけど、 それ、うん、そこでどういうふうに腐敗が始まっていくのかを描く部分が場面があって、それはすごい面白かったんですが、うん、あのまあ、親族の中で一番できる子に親族中からお金を求めて彼に、うん、あの大学に行かせて教育費を出すわけね、親族中から。あ、一番要するに将来性のあるやつ、将来性のあるやつ、ね、なるほど、なるほど、親族の中で彼が、うん、あの偉くなっていくと、警察の上の方のポストになると、うん、なるほど。そうすると親族中からお前金出してやっただろう、うん、うちの息子今職ないんだけど、うん、何とかしろと頼むと。で それを僕はそういうあの悪いことはしたくないんだって言うと、お母さんがお前はなんて薄情なやつなんだ、泣くんですよ、ね、まあ、本当にそうやってやっぱりあの腐敗が始まっていくんだなっていうのは、それでも結構核心部分をついてますよね。そうですね、うん、私はあのお母さんが私はお前をそんな人でなしに育てた覚えはないと。いや立派結構超立派なやつじゃないですか。でもやっぱりそのやっぱり恩を忘れて、おじさんからおじさんはそれをあのかつて貧しかった中で、うん、あの自分の食べるものもあの、うん、我慢して、あのこの子のためにと、おいっ子のために、うん、あのお金を出してお前を大学までやったとみんなそうやってお前を応援して今のお前の地位があるんだ。そっちが大事にされるんですか結果で。結局そういう結局その人は、ね、はい、うん、その人はやっぱそうやって腐敗に手を染めていって一回で、なるほど、でだん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 そのひどくなっていくと。そうか、ひどくなってっちゃうんですね。あ、なるほど、はい、まあ一つやればそう、もう次々とそこで崩れていくわけですね。なるほど。内田さんどっちが正しいんですか。
情なのか、情なのか、理なのか。いや、分からんですね、それ。で、結局、その人民の奉仕者ではなくて、親戚の奉仕者になるわけですね、その人。そうですね、そうなりますね。しょうがないですね、それ。それ全体は悪として描かれてる。その人は、最初はそうではなかったけれども、だんだん悪に染まっていくというふうに、描かれてますよね。なるほど。上下にとっては身につまされるというか、そういうことが、まあ、身近にあるかもしれないですよね。ちょっと聞いたことあるんですけど、結構その大学の入学試験とか大変そうじゃないですか、なんか日本より。あ、そうですね、大変ですね。あの、ガオカオというのは高い、考えると書く、大学入試、統一試験ですね。なるほど。それは一発試験ですか。一発ですね発ですね。あれは本当に大変そうですね。日本なんか別に最終的にどこの大学に出てるかって全然関係ないですもんね。まあそうですね基本的に関係ないじゃないですか。あ、そうですか。じゃあそれはもう落ちるともうあかんって感じですかね。落ち、まあ、あの、点数で出るんですよね、うん、点数で出て、まあ、点数が良ければいい大学に入れて、悪いと、あの、あんまり大学に入れなくて、さらに悪すぎるとどこの大学にも入れない。例えばその日本って偏差値とかあるんじゃないですか、はい、ああいう、こう何大学一流なんですか。北京大学、清華大学、清華大学、まあ、あと上海の、はい、上海交通大学と復旦大学というのは、まあ、やっぱ北京大学と清華大学が一番ですね、うん、なるほど。まあ、内田さんはね、私みたいなこう日本の超一流大学出た人に言うのも恥ずかしいねあれですか、やっぱり向こうはだからそういう大学をちょっと落ちるとその2番手ぐらいのがあって。そうですね、いう感じです。それあれ、いわゆる バチェラーじゃないけど、そのなんていうか、あの大学入学資格試験みたいなものじゃないですか、統一テストみたいな。あの統一テストでもそれで一発で、日本みたいにそのセンターがあって、その個別の大学っていうのはなくて、もう本当一発の、その選手が何点取れるかで、そうですそうです、入れる大学決まっちゃう、決まるという、はい、試験とかはいわゆる普通の科目ですか。小論文と国語と数学と、あれ もう結構いっぱいあったと思いますね。数学とか2日間か3日間に分けてやるんで、2,3 日、まあ、科挙の試験みたいですね。科挙、ね、うん、すごいですね。高校を、まあ、そういうその受験に力を入れてる高校の話をちょっと取材したことがあるんですけども、朝5時半起きて、昼寝はあるんですけども、うん、朝5時半に起きて、勉強を始める、うん、でお昼食べた後、まあ昼寝があるんですけど、夜も、11時までずっと勉強、ずっと勉強ですね。もう本当にあのご飯と寝る時以外はずっと勉強してる。私なんかご飯と寝る時以外は昼寝してるイメージ的に仕事してるじゃないですか仕事されてもしてるとされてますけど。あ、そうですか。大変ですね、中国社会も。あの中国の教育に詳しい日本の方に聞いたんですけど、うん、もう勉強に忙しすぎていじめもないと言ってましたね。もういじめてる場合じゃ、いじめてる暇もない、暇もないと。それすごいですね、うん、なるほど。そうですか。中国は、僕中ではやっぱり中国生まれなくてよかったな、やっぱりな、うん、そのいじめはないかもしれないけど、そういうことだとやっぱりどっか別の形で歪みが出て、そうですね、するんじゃないですか。やっぱその高校生なんかが自殺するっていうのはニュースも多いんですか。まあ比率としてちょっと日本と比べてどうかわからないですが、うんうん、まあ、やっぱりその勉強なんかを苦にして自殺するっていうニュースは、時々ありましたね、うん、あの今日本だとコンプラがうるさくなってて、あの、はい、男女の問題とかあるじゃん、 LGBT の問題とか。あれ中国ってどうなんですか、 LGBT とか、そういわゆるコンプライアンスみたいな、あの差別とかそういうの。あ、日本ってちょっとうるさくなってきたって否定的な言い方だな、今のはちょっと訂正してお詫びを、まあ、ちょっとゆっくり。そうじゃなくてそういう問題がですね、さらに顕在化してるじゃないですか。そうですね、例えば MeToo であれば、やっぱその、あの中国でもやっぱあの盛り上がりがありまして、
そういう性被害を性暴力の被害を訴えるという動きが、ありました。ただ言葉で、例えばその女性の容姿を、うん、指摘することがダメとかそういう制限は日本ほどはないですね、うん、あまだまだねまだまだですね、はい、あなるほど。今も日本はねもうね非常にこう先進的になってね。そうですか。もう大変ですよ。もうそうですもう女性とは天気の話ぐらいしかしませんのでね。あの古い世代は本当に気をつけないと襟を立たせて、はい、私も日本に帰ってきたんで、うん、気をつけたいと思います。あなるほどなるほど。それであのちょっと話変わるんですけど、で結局そのウクライナなんですけどね、うん、そう、その話をね、そうこれは実は主題で、はい、今、まあ、ウクライナがああなってるんだけれども、当初は中国が要するに中、まあ、北朝鮮も入れれば老中北朝鮮と、まあ、G7 みたいなね西側みたいな捉え方してたじゃないですか、はい、でインドがちょっと怪しげな動きをしてると、うん、まあ、ちょっと向こう寄りかもしれないですよねみたいな捉えられ方してたんですけど、なんとなく中国ってちょっとロシアに冷たいですよね。どうなんですか、まず政治面から言うと外交で言うと立ち位置は、立ち位置は、うん、そうですね、まあ、あの西側ロシアを材料に西側との欧米と の, その関係を決定的に悪化させたくないというのはあると思いますが、国内の中国国内のプロパガンダなんかを見ていても、やっぱ NATO の東方拡大がそもそもの、原因であって、うん、悪いのは欧米だと、欧米が悪いんだと、欧米が、そう、欧米が悪いんだと、そういうあの論理になっているの で, で多くの中国人もそういうことをそういう考えを持っていますね。だから心情としては かなりロシアに近い、あの中国メディアの評論なんかでもかなりロシアに近い、ロシアに近い、ロシアに近いですね。ただだからといってロシアにあんまり肩入れしすぎて自分たちの経済に傷がつくようなことは避けたい。でさらにあのウクライナとももともといい関係を保っていたので、うん、あの武器をその購入したりとか、うん、まあ、中国の一番最初の空母がウクライナから購入したものだったりとか、遼寧、はい、遼寧、ものだったりとか、もともと関係も良かったので、まあ、そういうこともあって必ずしもロシア一辺倒ではないんですが、まあ、あの中国メディアを見ているとかなりロシアに語りしているのは間違いないんです。あ、なんか私感じるのは、結局今ロシアって中長期的には結構追い詰められていくような気がするんですよね。マリウポリは取ったかもしれないですけども、でそういう中でアメリカとしてはバイデンとしては結構分断されてるじゃないですか、向こう側も、向こう側っていうのは中ロインドもそんなことないじゃないですか。で結構西側って割と結束傾向が意外にも見せてるじゃないですか、うんうん、すると両取りでロシアも潰せるけど中国もかなりダメージ受けるんじゃないかみたいな、そういうような戦略じゃないかと。で結局おそらく中国、アメリカって別に中国がどうなのかおそらく関心ないと思うんですよね。どちらかというともう叩きたいっていうおそらく強い意志をかなり持ってて、結構これで一番アメリカが得したいんじゃないかというようなダイナミックなことを考えてるんじゃないかと私は思うんですけどね。どうですかね。あとこれは、あくまで私の意見ですか。なんでしょう、アメリカがこの件で中国をどうにかしたいっていうなんか具体的な目標を持ってるようには感じないんですけど、うん、うん、ただあれですよね、原油とか、まあ、ヨーロッパの国はこうだんだん拒否する傾向になっていますけど、インドと中国はどうも買いましたようですよね。そうですね、うん、はい、でロシアは かなり強力に助けてるっていう面があって、うん、でも多分値段的に買いただくんじゃないですか最終的には。そこら辺はまあ中国もしたたかなんでそんなにロシアの言い値で買うことはないでしょうが、やっぱりこういう状況下で、まあ、買うということだけでも
内田さんがおっしゃったようにかなり手助けをしていることにはつながるかなと思います。あとルーブルがね一回下がったのがまた上がったのもそういうことですよね、うん、あそうですね、なるほど、うん、でやっぱり心情的にはアメリカよりはロシアだよねと。そうですね、中国の中で、まあ、ここ数年間非常に反米感情というか反西側感情というのは非常に強いので、うん、まあ、とにかくアメリカに反対したいというか、うん、アメリカですよね、はい、それがベースになって、ベースになってその反射としてロシアに対してそうですね、市民レベルだ、ね、市民レベルでも、まあ、多くの人はそういう考えは広まってますよね。ああそうですか。でもなんか僕の印象だとものすごくこう非常に金持ちになりたいし豊かになりたいという、でそういう文化って基本的に西洋文化じゃん、はいはいはい、アメリカの文化じゃん、もともとね、アングロサクソンの文化じゃん、で基本的にはあっちの方が好きなんじゃないかと本音ではと思ってたんだけど、そうでもない、うん、もちろんその反米感情だけの反米感情が強い人だけではなくて、もっとリベラルな考えを持っている人とか、やっぱりアメリカに憧れを持っている人たち、まあ、それはすごいいっぱいいるんですが、うん、ボリュームとしては中国はすごい、アメリカは嫌だ嫌いだっていう人が増えているようには感じますよね。それはそうか、それちょっとやっぱり心配だなって別に、うん、まあ別に日本もどっち選べって言われちゃ、まあ、アメリカですよね、どう考えてもね、うん、二者択一なのでそれしか方法はないわけで、ちょっとやっぱり共有できない部分がね、うん、かなりありますので、インバウンドで来ていただけるのはいいんだけど、日本に来たが旅行でもう一回来たがってるって声は結構あります。あ、それはもう解放されたらすごい来るんじゃないかなと思いますね。そうですか。それはありがたいですね、ぜひね置いていただいて、はい、まあ、政治的な部分は置いといて、うん、まあ、文化的な面で日本が好きな中国人は非常に多いと思いますね。あ、そうですか、はい、韓国違いますね、若干韓国よりは、まあ、よりはもうずっと日本の方が、うん、旅行先としては人気もありますし、お金持ちに関わらずですけど、何度も日本に旅行に来たことがあるという人はすごいいっぱいいますね。どのレベルのか、13階級とか、はい、十何億人もいるじゃないですか、はいはい、結局海外旅行できるぐらいの収入がある人って何億人ぐらい、ざっとちょっとそれは数字としてすぐ出てこないですけど、体感でボリュームとしては間違いなく増えてますよね、まあ、数億だと思いますけど、まあ、でも日本好きというのはもう経済的なレベルで言えば下から上まで皆さん多いですよね。そうですか、僕もちょっと考えを表現しましたね。なるほどなるほど。で結構日本の何が好きなんですか。日本の何ですかね、まあ、文化、風景、あと何て言うんですかね、街中が平和な感じがするところということを言ってる人が、中国の友人がいますよね。あ、なるほど。そう、まあ、温泉とか、まあ、食べ物もそうですけど、うんうんうん、なんか日本そっくりの街にしたところあったじゃないですか。ありましたね、大連でありましたね。あれ潰されちゃったんですか。潰されてその後復活する、なんかその日本という看板を外して、うん、でも基本的にはそのままで、復活するとかしたとかそういうところで、でまたちょっと今コロナになってしまって現状どうなってるのかわからないですが、まあ、かなりの投資額もあると思うんで。大連ですか。大連ですね、はい、まあ、大連は昔は日本人すごく多く、そうですね、戦争中というか多かったので、日本人町みたいなのはもともと親日感情 の、 日本に対してこうあんまり悪い感じはないんですか。はい、親日感情の強い町、日本企業も多いですし、日本企業は一斉に大連に出た時期があったんじゃないですか。はい、うん、あ、なるほど。空港降りると日本企業の看板がダーッとこう並んで、そうですか、いや僕なんかものすごい雑把な知識しかないんで、例えば日韓っていつでも揉めてんじゃないですか、はい、だけどよく考えると物理的に 軍隊がひどいことをやったのは中国に対してじゃないですか、日本は、うん、ひどいじゃないですか中国でやったことは、まあ、バンクを向くロシアのウクライナよりもっとひどいぐらいのこと、レベル的に言えば、うん、傀儡政権は作るわ、どっかに爆撃するわ、人をボンボン殺すわ、そんな揺らんでないんですか、そういう教育があるとか。あ、それはもちろんありますよね。
そういう教育は受けてきてるんですが、その皆さん日本にそういう悪いイメージを持ってたんだけれども、日本に来るとそのイメージが変わったと、うん、そういうのは、そういうのもあって、まあ、外務省の人たちはそれを、これを成功体験というか、こう政策がうまくいった例として言いますが、おもてなしですか、やっぱり。2010年代の中頃にビザを緩和して、うん、中国の人がすごい来やすくなったんですよね、うん、その結果として日本を見て、日本に対する感情が良くなってという流れでコロナ前まで来てたんですが、うん、最近ちょっと気になるのは中国人の日本に対する感情がまたちょっと悪くなってるんですよね。それなんでですか。それはちょっとよくわからないんですが、まあ、一つはやっぱコロナで来ることができない、それが一つと、まあ、やっぱり背景には米中の、うん、対立があって、うんうんうん、で日本は向こう側だというところはあるのかなというふうに、まあ、日米で、ね、中国の沖合のところでいわば軍事演習とか盛んにやってるわけですからね。そうですよね向こうから見たらそれは侵略側っていうふうに、ね、そうですよね。でも日本で最近威勢のいいこと言う人いっぱいいるじゃないですかはい、はい、敵基地なんとかなんとかね、うん、でやっぱりウクライナのに対する侵攻があったので、うん、中国も日本に来るんじゃないかと、うんうん、少なくとも台湾には来るんじゃないかという非常に単純な図式で語る人多いんですけど、僕いつも不思議なのは、でも侵略したのってとにかく近代においてはこっちじゃない、こっちは加害者なのに、おっしゃる通りですね、なんで、いやいや、いや向こうが何度も攻めてきてるんならね、分かりますよ、いや、明らかにやったのこっちじゃないですか、でどう考えても、いや別に、でなんでやった方が怖かったか、もう本当にこれだけなんでさっぱり分かんないですよ、感情で。まあそういう人たちの論理からすれば、そのこの間にまさに日本は GDP で中国に抜かれて、うん、で軍事大国あっという間に抜かれて、中国の力というのはものすごく大きくなっていると、うん、いうことじゃないですか、うん、基本的にそこに不安を抱えてるんじゃないですか。ああなるほど、要するに向こうの要するにプレゼンスがでかくなったんで、うん、領土的野心を持つんじゃないのと、うん、いや妄想でしょ、うん、あるんですか。まあ尖閣はあるまあ尖閣、まあ、尖閣をその武力を持って取ってくるということはそんなにはないかもないと思いますが、ただその、うん、まあ中国の船が、うん、尖閣の領海も含めて、まあ、日常的に航行していると、まあ、日本は尖閣を実効支配しているということになってますが、うん、まあ、それは揺らいでいるというのは、うん、まあ、それは間違いないかなと思いますね。海警局ってあるじゃないですか、はい、あれって日本の海上保安庁みたいなですか。海上保安庁にとのカウンターパートとされてるんですが、今もう、うん、人民解放軍の傘下に入っているので、うん、まあ、かなり中国海軍と見ていいわけですね。軍と全く同じ組織ではないんですが、まあ、軍にかなり近い組織で一体的に運用されているんじゃないかというふうに見られてますよね。向こうからすれば野田政権の時に尖閣を国有化して、はい、それ以降なんだってことで、うん、いやこっちはここは自分たちの領土だっていう、うん、で領土だっていうことを前提にした動きをしてるだけだっていう、そういう理屈ですよね。そうですね、はい、領土だから守るんだっていう、あれ元はといえば石原慎太郎のせいですよねそうです、亡くなった方のことをね言いたくないですけど、ね、言わざるを得ないですよ、あの人が変なことさえやらなきゃね、なんですか、幹部か、それは間違いない、僕もそう思いますね、もうあんなことさえやらなきゃね、はい、で今結局いろいろ言われてるのが台湾ですよ、はい、僕素人に軍事のこと分かんないですけど、うん、ロシアが面でウクライナ支配するのってなんかもうほぼ無理じゃないですか。ものすごいコストもかかるし人的被害も大きいじゃないですか、うん、あれだけ軍の差があると言われてても実はウクライナは割と強かったっていうのもありますけど、揚陸作戦になるとね海から行くわけでしょ、うん、すごいパワーが必要だと思うんですよ。これ本当に台湾を、ね、侵略するなんてことはあるんですか。中国は台湾統一というのを、まあ、その中国の夢の大きな部分として掲げていて、うん、統一という目標を捨ててないのは間違いないですが、武力統一となると、まあ、そうおっしゃったように相当ハードルが高いですし、まあ、ウクライナを見ても
やっぱりそんなに簡単なことではないというふうに、中国側もそういう考えを持ったかなというふうには思います。だから過去何回かあったわけですけど、その親中政権みたいなものね、台湾の、うん、それを、それが できてくれるのが多分一番嬉しいんじゃないですか。そうですね、そうですね、それがマジョリティになって、まあ、なんとなく自然に、うん、中国側に近づいていくと、うん、そうですね、かつての馬英九政権のように、うん、中国に、近づいていって、経済的な、統合がもっと進んで、というのが、理想的だったと思うんですが、うん、この前論説室の政治担当の同僚がね、なんか衝撃的な、世論調査を見たとか言って見せてもらったんですけど、台湾人がもし中国がね、うん、本物、まあ、本物っていうか中国が台湾に攻めてきたら日本は助けるか、アメリカは助けるかっていうアンケートしたら、アメリカより日本が助けてくれると思うと思ってる人の方が多いんですよ、アメリカより。これ助けないですよね。助けるわけないじゃないですか。助けない、助けたいのは山々だから助けられないんですよ。だけど向こうは助けると思ってるらしいんですよ、どうもね。これ恐ろしいですよね。まあ、台湾のその中国、台湾のその日本に対する感情っていうのは非常にいいわけですし、まあ、政治的にも頼りにしているというところだとは思いますよね。あれ本当にいいんですか、あれ。本当にいいと思いますね。まあ、もちろん台湾も日本の植民地になったところなので、うん、100% もろ手を挙げていいというわけではないんですけれども、まあ、基本的にはすごいいいですよね。で、彼らに選択権がもしあってですよ、はい、じゃあ台湾が選べると、二者択一で北京政府の下に入るか東京の政府の下に入るかって言ったら、もう文句なくこっち来るっていう話ですかね。まあ本当に妨害なく、いやいや、何の戦争も何の不利益もないとすれば、まあ、それはやっぱり独立を、施行するんだと思いますが、ただやっぱり今の状況だと独立というのはなかなか口に出すと危ない、難しいことなので、だから表立ってそれを主張することは難しいですが、やっぱりそういう独立志向というのは強いと思いますよね。台湾のイメージですよね、確かにね。やっぱり戦争に負けてね、日本もいっぱい領土持ってたのに、台湾ももったいないことしましたよね。そこに来ました。いやだってあんなに人気のある国だったら、うん、いいじゃないですかね。まあ、でもそのやっぱり独自の文化みたいなのもあるわけですよね。そうですね、戦後も70年間、まあ、一つの、まあ 国というか、うん、ほぼ国として政治的なまとまり、ね、やってきたわけですし、うん、まあ、やっぱり一つ のなんていうんですかね、国として認めてほしいという思いは強いと思いますよね、うんうん。オリンピックの時に NHK のアナウンサーが、ワクトさんが、はい、台湾ですとか言っちゃってね、はいはいはい、俺なんか現地じゃ随分放送されてたみたいですけどね、うん、なんかね、まあ、中国側もそこは何、うん、ていうのか噛みついてましたね。あ、やっぱりね、はい、やっぱり台湾いいですよ。だって台湾に僕アストラゼネカのあれ差し上げたじゃないですか、はい、あれ台湾の人怒ると思ったんですよね、僕ね。あれ日本で誰もあれ聞かないじゃないですか、あんまり、うん、あれはもう余ったやつあげて舐めてんじゃないと、僕すごい感謝されたじゃないですか、うんうん、あのもんでいいのかと思ってびっくりしたことありましたよ、ね、うん、あれワクチン打たれました、現地で。あ、中国のワクチンを打ってきました。 あれ聞かないでしょ、シノバックというの、あ、その話シノバックを、3回打ちまして、これ何の意味もないものをプラセボ3回みたいなどこまで効果あるのか、僕もそこは医学的な知識はないんですが、おそらく重症化を防ぐ、ある程度防ぐ効果はあるのかなというふうに。またまあそう思ってないでしょ全然。いやいやまだね、北京政府の、ね、気使ってるのまだ大したもんね、同僚も行くしね、まあ、表向きね、そうですね、そうですね、そういう意味じゃないですけど、どういうこと、そういう意味じゃないですけど、なんか闇で打つって話はないんですか。闇で打つ、闇で打ったの。いやいやいや、普通に打てますよ、普通に
だから僕ただ出てるわけです。僕の想像なんだけど、はい、あれ中国人だってあれ聞くと思ってないわけでしょ。そうですね、おっしゃる通り。そうそうそう、おっしゃる通り、はい、で行くと、まあ行くとどっちにしますかって言われて、えどっちとかってちょっと1000元ぐらい払うとよく知らないけど、選べるんですか。選べ、あの要するに書いてあるんだけど中はモデルナだったりするっていう、うん、そういうのあるんですか。欧米のはね、多分ほとんど入ってきてない、ね、うん、入ってきてない、うん、あの闇ファイザーとかないの。闇ファイザーあるのかもしれないですよね。闇モデとかそうそう、なんかありそうな、あるかもしれないですよね。なんかメルカリ見てる言ってないの、モデルナあるよとか言って。いやないですね、あの認可もされてないんでなかなかそれは。いや闇で、闇で、すいません、それはちょっと、いやそれを聞いたことないですね。日本ではあるけど中国はそういうのないかもしれない。ないのか、強力にそうバインドされてる。ただその一時ワクチンが広まった時の世界各国の政治家が、うん、ワクチン打ってる写真とか、うん、そうわざとね、こうやって出ましたけど、うん、中国は出てないんですよね。習近平さんがどんな何のワクチンを打ってるのか、これはね、あの公開されてないんですよ。絶対ファイザーか持てるな。私ね、ジャーナリスト生命かけてもいい。絶対そうです。そういうかけるほどのもんじゃないかもしれないけど、絶対ファイザーか持てるな。でもそういうことをおっしゃるあの中国人はいましたよ。でしょ？いましたよ、いました。だって聞かないものあんなの連中打つわけないじゃない。なあ、聞くわけないんだから。いやいや、打ったかもしれない、意味もなく、はいはい、でもう一回ファイザーとかモデルナ打ったじゃん。あの中国人の方自身も中国の中国製ワクチンに対してあんまり、うん、あの信用してないというのもあって、2種類ぐらいあるんですよね確か。え2種類ぐらい、2種類ある。一般的になっているのはシノファームとシノバックという2種類で、他にまああのいくつかあるんですが、うん、一般的なのはこの2つ、ね、RNA ワクチンじゃないですよね。違いますね、あの非活化ワクチンという伝統的な、伝統的なある意味安全な、そうとも言いますよね。あ、なるほど。もう何十年も使われてきた。副反応の方は、副反応は僕は多少ありまして、うん、まあ、眠く、非常に2回目が特に眠くなって、うん、熱は出なかったですけど、もうとにかく眠かったっていうのは、うん、だからあの食塩水ではないというのは副反応なのかな、これなんか体が悪くなってんじゃん。いや非常に眠くなって、まあ、同僚もそういう同じことを言ってる、だるかったと言ってる。さっきもね、ちょっと番組始まる前に申し上げたんだけど、残念ながら北京、中国の特派員終わった人がんになる人多いもんね。大変な国だなと。ならないように、ならないようにちゃんと。さっき言ったじゃないですか、私の親戚が脳梗塞ちゃんと治してもらったんですよ。本当ですか。なんかね、いろいろ僕もね、中国ってね、なんか偏見があってさ、なんとなくさ。かなりありますね。僕ね、あの、なんていうか、日本で、東京で生まれ育って、あと暮らした国がウィーンとフランクフルトだけなんですよ。はいはい、体が OECD でしか暮らせない。ちょっと出ちゃうと、もう全然ダメなんですよ。体調子悪くて。昔、キルギスに関与ついたとき。ああ、危なかったですね、それは。もう死ぬかと思った。そうですか。もう全然そう欧米以外のとこ行っちゃった。欧米以外だと。あの今北京、上海、まあ広州なんかはまあ非常に発展しているので、都市見た目だけでしょ。都市として、まあでもなん、まあ見た目は中国は非常に重視するんですが、まあなんていうんですかね、まあ非常に先進的な部分はありますし、うん、あの、うん、特に大都市はもうほぼ先進国といっても遜色ない。うん、どうですか。ある意味あの日本よりも優れている部分もあるかなと思いますね。うん、あ、なるほど。まあ、もちろんあの、まあ、見かけっていうかね、例えば映像なんか見てもなんとかモダン歩いてる方々もね、うん、あの昔はねよく中国人ってマナー悪いっていうふうに言われてましたよね。でも僕の印象ではインバウンドで来られた方とか結構悪くないんですよ、ね、別に、うんうん、まあ、普通っていうか、うんうん、まあ、なんというか、まあ、なんかとんでもないイメージしかなかったんだけど、実際にはそんなことないなって。そうですね、ちょっと上から目線ですけどあいつらもなんとか波になったのかなみたいなイメージはありましたよね。うん、じゃあ富田さんもあの、うん、コロナが明けたら上海で1年ぐらい、うん、いやいや僕はさまだ信用しきれない部分が、ね、結構あるんです。案外体に合ってるかもしれませんよ。いやいやいや、僕はあの3年前ですけど、あの日本のね
あの新聞協会の、はい、あのあれで、メディアツアーで、メディアツアーで僕年寄りだったから団長だった、はいはい、そこで行ったんですけどね、やっぱり中国に、で人民日報にもね僕のコメントが載ったぐらいでね、非常に印象がいいんですけどね、こんなこと言ったかなっていうこれからも日中友好のためにとかね、なんか載ってるんですよ私の名前と、全然そんなこと言った覚えがないんだけどねでもねその時ね僕面白かったのは、後期粛清だから深圳でね、あの現地の方と、はい、あのまあ、晩餐、晩餐毎日晩餐してるんですけど、はい、そこでやっぱりちょっと最近後期粛清だからお酒で出せないんですよって言われて、すごいいい料理だったのに、なんかジュースで乾杯したんですよ。でも目の前にどう考えてもワイングラス置いてあるんですよ。いや申し訳ないとかって、もう今日はもうジュースでとか言って、完全にどう考えてもボルドーみたいなのを持ってきて、いやジュースですよとかトク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 つかれて、いや美味しいブドウジュースですねとか言って多分今度赤くなってくる、いやいやみんななんかベロベロになってるな、ブドウジュースすごいいいわなって、結構ああいう本音と建前とかって結構いい印象を得ましたけどね、中国はね、印象変わりましたね。多分団長がお酒が好きだというのをちゃんとあの下調べをして、うん、中国はもう気を配ってくれたんじゃないかなとあの推測しますが、はい、嫌いじゃないなと。あ、そうですか。いや僕はあとねもう一つホテルがね、あのホテルでみんな各社と朝ごはん食べてたんですよ。しかしあれだよねと、あのシャワーで霧が出るやつあるじゃないですか、うん、はい、あれついてていい部屋だよねとか言って僕一人で行ってたら全員ついてなかったんですよ、うん、団長だから。そう各社怒っちゃって、うん、ちょっと団長の部屋見せてくれと部屋来たら僕の部屋だけ2部屋で、それであの霧吹きみたいな、霧吹きみたいな、ちょっと話が小さくなってますねいやいい国だなって思っちゃういやだからそういう目はありますけど、うん、同時にやっぱり天安門以来のね、うん、もう弾圧ね、無理やりまとめようとするか、いやまとめなくていいです、まとめなくて無理やり、ちょっと香港のこの間、この間ですよ、そう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 、やっぱそういうのを見るとね、だんだん怒りを蘇ってきましたね、うん、そうですね、それはないだろうと思いますよね、経済的に発展している面と、うん、あとやっぱり政治的に、まあ、自由がない面と、うん、まあ、人権弾圧なんかもあるという面と、まあ、そこは両方ありますからね、うん、なんかちょっと複雑な国ですよね、うん、難しいね、そうあれどうしても起きそうだったのが、その今のウクライナのことで、あの世論の状況が非常に大きく変わったのは、あのブチャっていうところで虐殺事件があるっていうのが、あ、まあ、ほぼ確実になって、でもなんか世界中が沸き立ったところあるじゃないですか、はいはいはい、あの情報っていうのは中国では扱われてるんですか。扱われてましたけど、あのかなり小さいですね、あのほとんど情報として流通してないと思いますね。あ、虐殺としては出てない、虐殺としては出てないですね、うん、もうあちこちでロシア軍がおそらく虐殺行為をやってるだろうという状況が、はい、もし中国で大勢の人の知るところになれば、はい、まあ、だいぶ様子が変わるんじゃないかなと思いますけど。そうですね、うん、そこは、うん、あの情報として皆さん、うん、ほとんど知らないと思いますね、うん、完全にシャッターをさ、あんなんていうか、あの完全にシャットアウトしているわけではないと思いますね、はい、うん、あの外交部の会見なんかでも出てたと思いますが、質問は、うん、なるほど、非常に複雑な、すみません余計な話して、すみません私が お部屋の霧の話、いや崩れ果てた話で終えようと思ったんですけど、まあ、非常にこう真面目なね、真面目ってこときちんとした番組ですいや今日はあの中澤前中国総局長にちょっとお忙しいながら、ね、本当に忙しいところ、もうほなんていうかほやほやです、ね、ほやほやです、ほやほや帰国したと、ほっとの情報でありました、はい、まあ、今回はこんなことで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。